はい。まあいろんなことがありますね。世の中ではね、はい、身近な話題も取り上げてみましたが、ボトルが重いぜさん、バルカンの火薬庫とかクリミア半島とかっていうあの辺はね、はい、第一次世界大戦が元となったのもバルカン、それからクリミア戦争というのをクリミア半島でね、はい、やったりというあの辺ね、なんか民族やら宗教がごちゃごちゃしてるもんですから、はいうん ああいうことになるんでしょうね。はい、ええー、まあとにかく、今の日本までこう、なんと言いますかね、踊らされてというか、煽られて、えー、なんかナショナリズムのようなものがずっとこう、台頭してきたりということですがね、うん、太平洋戦争と言ってる戦争、第二次大戦より実は、戦死者やその数、悲惨さは、莫大なことでありましたというのは、これは、 どこの戦争クリミア戦争のことを言ってるんでしょうかねバルカンのことを言ってるんでしょうか戦死者のことをこの方言ってます。まあ、いずれにしまして、前にも僕言いましたけども、国が大事だ、国防が大事だという意識がね、はい、国会意識大事ですよ。うん、国として愛国心が大事ですよっていうのがずっと言われてきた、言われてきつつありながら、一般市民の戦死者がどんどん増えていくにはどういうことやろうと思います。うん 昔別に国防とか愛国心とか、うん、民族意識ってあんまりなかったあんまりあの一般市民巻き込まれんかった、うん、それなんか言い出すたびにものすごい数の。 一般民間人が戦車としてこう巻き込まれていくわけですよね。はい、のねその国が大事っていうところが、本来の国に、その国に生きる人たちの大事ではなくなって、うん、国という名前が大事にすり替わっていっちゃう、ねうんも。もっと言うなら、国のために命を落とせと。うん、国のために命をかけろというようなものにすり替わっていくと、はいうん ななんやろうなと本来違うんですよね、はい、国民が寄り集まって国になって、国民一人一人が幸せでないといけないわけですよね、はいえー。というようなことでね、まあ、この方、えー、そういえば第二次世界大戦のきっかけは日露戦争とかと書いてありますが、まあ、この人はいろ,いろ因果関係で、そこから始まりながら、はい、いろんなところがこうつながっていくんでしょうかね。はい ケーハのブシインケイさん。クリミア半島は、えー、ウクライナ領ではありますが、自治州であり、また、ロシア国会艦隊の基地のある港は、咀嚼地として実質的にロシア領となっています。ロシアにとっては、西の重要な不登校、凍らない、えー、港,港だけに決して手放せる、はい、地域。 ではないですでいということですね。はい、それはもうロシアの膨張主義とか南下主義っていうのはもうそれでどんだけの戦争が起こってきたかっていう、はい、ロシアの歴史がヨーロッパあの辺のね、うん、それから中東なんかのいろいろなこの、 争いの元となったわけですよね豊川のばらさんまあ双方に言い分はあるでしょうがというのはロシアとウクライナの方ですがイデオロギー的是非はともかくとして武力行使は非であることは間違いないと思いますその意味で我が国が集団的自衛権行使容認や武器輸出三原則を見直すなど平和国家日本が武力行使をすることや紛争を助長するような行為を容認する方向に向かうことはあってはならないと思います中国の国防費の増加や東シナカ 国への強硬進出、そして歴史的認識の相違、また、韓国の竹島への、不当、えー、対応や、えー、それからあ、戦中、戦後処理の不満表明など、我が国を取り巻く環境が非常に厳しく、それを抑制するため、えー、などに力を誇示したいのはわからないわけではないですが、理由はともかく日本が戦争に関わる国、戦争ができる国、戦争に向かう国になるようなことには、 反対ですということですね。はい、まあ あの、ロシア、そしてウクライナのこの様子を見ながら、はい、日本もそれにどういうふうな影響を巻き込まれていき、はい、今後の日本の道筋はということをこの人は考えていらっしゃいます。自堕落奈ラ田さんからいただいておりますけれども、まあ、ロシア軍の派遣についてですね、ウクライナに対しての。ついにこんなところの影響が出ました。はい、ウクライナで軍事行動を進めるロシアに抗議して、アメリカとイギリスが2014年3月7日開幕のソチ冬季パラリンピックへの政、えー、政府代表 団の派遣中止を決めましたただし選手団については、えー、米両国とも競技には参加するとのことですしかしその一方ウクライナは、えー、ロシア軍が撤退しない限り選手団が、えー、競技のボイコットを 表明しました。この報道を聞いて、やはりモスクワ五輪を思い出さずにはいられません。五輪に参加できなかった日本選手の無念の表情は忘れられません。スポーツと政治については、五輪のたびに、オリンピックのたびに問題とされますが、今回もスポーツが政治の犠牲になってしまう結果となりました。本当に残念でなりません。というところですね。アメリカ、イギリスは、 バンと表明態度していますね、はい、でこれに関してですけれども、日本の安倍さんはどうかと言いますと、例えば、えー、オバマさんは開会式行きませんよ、うん、という一つの抗議のね、はい、表れでありました、はいはい安、安倍さんとかなんかはです、ね、あまり今、抗議をしてないということ、うん、でこれもまた考え方ですけれども、国益をどう見るかということで、はい、今またロシアとですね、 あの、ロシアと反するという行為、アメリカやらイギリスと同調してですね、はい、あの、そういう行動を取ると、うん、日露会談とか、これから北方領土に関して、はい、また話が遠のいてしまうぞと。はい、できる限り ロシアに対しては、あの、理解がありますよというような支持を、まあ、支持するとまでは日本はね、アメリカのこういうような、まあ、属国という言い方はなんでしょうけども、はい、あれですから言えないにしろ。そこはそれも触らずに、はいはいはい。はい、あの、日本とロシアの交渉に向けて説明していきたいない、はい、それはま、独自の交渉ではあるけれどもという評価の反面、はい、あの、やっぱ北方領土というものを前提にしながら、うん 世界的なというかね、はい、まあいろんなこの標準と言い,いますか、はい、スタンダードな考え方。はい と外れた行動を日本があの自国分勝手やなと言われてしまう。と言われてしまうという評判、悪い評判につながっていかないかという心配する人もいらっしゃいます。はい、この辺のところは皆さんね、どういうふうに考えますでしょうかね。はい、まこちゃんからいただいておりますが、昨日プーチン大統領が会見して軍事力の行使は最後の選択肢と述べてウクライナに対して攻撃と軍事進行する考えに変わりはないことを表明しました。 現在のところプーチン大統領の思惑どおりに事態が運んでいるようですけれどもいまだにクリミアではウクライナ軍とロシア軍が一触即発の緊張状態なので現場で何かのきっかけで戦闘が起きてしまわないかとても心配で不安です早く問題が解決すればよいのですけどもねどうなるんでしょうかねと。 経済の影響ということに関しては、かもだ高太郎さん。イギリス BBC の報道では、イギリス政府は、シティのロシア資本が引き上げられた場合のダメージを心配して、経済制裁には消極的だし、ドイツも石油天然ガスの25%をロシアに依存していますから、やはり消極的ということらしいです。いろんな制裁加える。さっきの日本は、はい、北方領土の会談とかなんかがあるんで、はい、あんまりその、ロシアに対して圧力を、 かけんようにしようかなという今の雰囲気、はい、しかし さっきも言いました。イギリスなんかもロシア資本がじゃあ引き上げるぞと言われた時の混乱とか、うん、ドイツも天然ガスの問題で消極的らしいですと。うん、みんないろんな、うん、思惑がそれぞれの国、ね、事情を背負ってますね。ね<え>あと私の考えですが、アメリカも例えば宇宙関連で、えー、国際宇宙ステーションはロシアに技術的に首根っこを抑えられている状態ですから、オバマ大統領が威勢よく経済制裁といっても実際に検討してみたら ダメージの大きさに結局尻すぼみな行動になるように思われます、はい、という中でさっきの安倍さんは安倍さんのこの考えがあり、はい、ということですかね、えー、そして今日からパラリンピックということで、うん、まあオリンピックの時からこの心配ありましたけど一段二段緊張感も高まっている中での開催になりますこの後を読もうとしてたお便りの束がパラリンピックはというところに本当はね、はい、行く予定だったんですがフラワーズゴーンさんロシア帝国時代にオルシモクリミア戦争による財政難 から戦これ、やっぱり戦争って大きな経済的な影響を及ぼすのはさっきの話ですよね、はい、このちょっと昔戻ります、ロシア帝国時代によし下クリミア戦争による財政難から1867年にアラスカを売却した過去は、ロシアにとっては悔やんでも悔やみきれないことでありました。うん お金ないからあらすかなく売っちゃえやんなとこ。んの畑にも何もなれへんやんな。うん、寒いところはと言って。あれは昔ロシア領だった。それを売った。ところがあそこがロシア領だったらどうですまあ、冷戦時代の、いわゆる国防とか、侵略とかという話からすると、カナダと接して、北アメリカ大陸に広大なロシア領があるわけですよ。はい どんなにあれが自国領だったらなあという時の判断はクリミア戦争の資金難だったということで、またその契約をまとめたアメリカの国務大臣も当時は、お前はあんなもんかってどうするんやって、両方ともボロクソになってるというようなね、そういうことです。戦争によっていろんなことが動きますよということです。